の浜名湖水面を舞台に連日素晴らしい好レースが展開されてきましたボートレース浜名湖 G2 モーターボート大賞天下無双群雄割拠浜名湖の陣地区対抗戦競争水面上にはシリーズ6強が集結第12レース優勝戦の開始を迎えていますややピット離ればらつきはありましたが枠番通りの進入まず1コースには1号艇吉田拓郎そして2コースに2号艇峰竜太初日の桶狭間ドリーム戦以来の顔合わせ枠を入れ替えて白黒つける天下分け目の関ヶ原決戦ですそしてセンター3コースに3号艇地元の金子はじめ冷静かつ大胆な走りで地元で嬉しい G2 初優勝をマーク4コース4号艇石田聖吾は浜名湖が誇る春馬38号機とともに古豪健在ぶりを大いにアピールするレースを展開5コース5号艇川井勇気勝手知ったる水面と勝手知ったる58号機を味方に地元名手はどう裁く最アウト6コース6号艇の中一平 A1 復帰に弾みをつける特別戦初のファイナル進出を果たしています角は4コース4号艇石田聖吾枠なりの3対3ボートレース浜名湖 G2 モーターボート大賞第12レース優勝戦進入内から1番2番3番4番5番6番ですスタートしましたインコース1号艇吉田2コース2号艇峰角から4号艇石田聖吾が好スタート角から伸ばす4号艇石田を制して1号艇吉田拓郎に先手2号艇峰竜太の差しハンドル外4号艇石田聖吾でバックスレッジ逃げる吉田拓郎を峰竜太が捉えにかかる内から2号艇峰外1号艇吉田優勝争い並走スタートは正常1周の2枠2号艇峰竜太トップターン1号艇吉田拓郎は3号艇金子がちょっとと壁になったトップ独走に変わった2号艇峰竜太先頭2番タルスイ3号艇金子外から1号艇吉田内から4号艇石田聖吾後方5号艇6号艇の順でレースは2周目に入ります2周の1マーク2番タルスイ4号艇石田から突っ張って回っていく3号艇金子はじめが指してこの内から1号艇吉田拓郎でバックスレッジ間を運ぶ3号艇金子はじめが2番タルスイ一定心理度も内から1号艇下気を伺う4号艇石田聖吾でこれから2周の2マークです2周2マーク2番手争い1号艇吉田から回っていく少し膨らんだ内から3号艇金子はじめサジャンドル3号艇1号艇ほとんど差がない2番手争い後方4号艇5号艇6号艇の順で確定が時計面を通過してこれから最終周回の1マークに向かいますそれを尻目にトップ独走は2号艇峰竜太2番手争い3号艇金子ブイリは1号艇吉田握ってさす4号艇石田聖吾上位現在は2番3番1番3連単2三1は 65.3倍2対13は 18.4倍やっぱり最後はこの人でした定界の占領役者峰竜太 G2 は3回目通算では97回目浜名湖では3回目の優勝へ2号艇峰最後の直線3号艇金子はじめ2番手1号艇吉田3番手か1着2番峰竜太優勝ゴーリンガッツポーズ2着3番金子3着1番吉田ゴーリン後方4番石田5番の河合ラストで6番の野中がゴーリンです